アイアム、人の目を見てしまう。人の目を見てお話ししてしまう。いすぎる。アイアム、人の目を見てしまう。人の目を見てお話ししてしまう。いすぎる。いいことだと思いまいいこす。とですよね。ずっと見られるのもちょっとっていうのもありません？喋らないでずっと見てるってことですか？例えば安倍さんが今お二人とお話ししてるところも、僕ずっと安倍さんをずっと見てしまう。でもそれに似てるかもしれないです。アイアムっていう意味だ。本当ですか？僕アイアム盗み聞き、家族でお食事とかしてるじゃないですか、外食とかたまに。そういう時も人の家の話をずっと聞いてる家です。家族で喋ることなく、そうです、そうです。どっちかというと僕うちは黙食で、黙食。聞いてるんですね。家帰って、ああいう話してたねとか、あの家家帰っ大て変だねなんおつっ話して、するんですそうね。そう。迷惑ってついちゃってるけど、メール、あれすごく来るんですけど、私。どういうことです迷か？惑メールですか？迷惑、なんか、すごく合算したら何億って俺もらえるですよ。なんか毎回なんか当たってるんですよね。本当に、それは確かに迷惑ですすごいね。迷惑なんですよね。当たってないんでしょ、だってあれ。そう、当たってないあれと思いま当たってすないんでね。すよ。どうですか、聞くばっかりじゃなくて。私ですか？初めて言われました。私は考えてなかったですね。聞くのに必死になりすぎそうですて。ね。もし自分が聞かれたらってこと考えた方がいいですよ。そうですね。厳しい。勉強になります。ありがとうございます。全然全然全然